八千代球場の第3試合は1回戦東金高校を破った慶応工業対7年ぶりの夏の大会出場浦安南高校でした。初回から慶応工業の打線が爆発します。3点を奪って2アウトランナー1塁3塁、バッターは8番の三浦、レフトへのタイムリーヒット、1点追加、この回4点を取ります。2回以降も得点を重ね22対0となった浦安南5回表の攻撃、すでに2アウトとなっていますが、一塁コーチャーで今日頑張っていた代打の佐久間、センターへワンバウンドヒットになります。2アウトランナー1塁、意地を見せました佐久間。しかし次の投球、キャッチャーがボールをそらすんですが二塁へ、これがオーバーランとなってしまいます。結局これがタッチアウトとなってゲームセット、慶応工業1回戦に続いて2回戦突破です。